ではこれから持続可能な社会に向けた高校、大学での学びを勉強してみたいと思います。環境共生学科新関です。よろしくお願いいたします。こちらの教材はインターネット上に提供しておりまして、この QR コードを読み取っていただく、もしくは下の URL、niseki.moodlecloud.com と、いうようなところに行っていただくと、ゲストとしてアクセスするということで教材を見ることができるので、そちらの方をご覧ください。でこちらのサイトに行きますと、持続可能な社会の学びというものを提示してますので、こちらを使って説明していきます。学習指導要領が高校で変わってでですね、新しい多くの科目で持続可能な社会について学ぶ機会が増えてきました。で、それでですね、大学の入試や面接のところでも小論文などでもその内容を問われることが多くなってきています。高校生の皆さんにはこの学びについて取り組まれていると思うんですけども、なかなかどのように勉強していったらいいかというのは難しいのではないでしょうか。ここではですね、持続可能な社会の一つのテーマに沿って、教科書を横断的に眺めるというようなことをやってみたいと思います。で、その後、自分でそのテーマについて自分なりにイメージを作り上げるといったような学習方法を見ていきたいと思います。で、ここではテーマとして人口を取り上げます。で、次のような手順で学んでいきたいと思います。人口についてですね、高校の教科書で気になる単語や事柄を集めてみましょうと。で、その次に単語や事柄をつないで視野を広げてみましょうということですね。で、その視野を広げて、つないだものを全体としてまた捉え直してみましょうと。そして自分なりのイメージを作るということを勉強してみたいと思います。このような勉強の方法というのは、大学での学びの一つでもあるので、一度このような経験をしてもらうと、大学での勉強もスムーズに勉強を進められると思います。今、非常に多くの困難な状況、紛争などが多くありますけれども、谷川俊太郎さんの学ぶという詩の中にこのような一節があります。そうして私たちは学ぶ、見知らぬ人の涙から学ぶ、悲しみを分かち合うことの難しさ。非常にその今現状をよく表しているようなことかと思いますけれども、学ぶということはそのような幅広く見知らぬ人の涙からも学ぶというようなことが必要だということが、ここで、挙げておきたいと思います。ではですね、まずこれがワークシートとして皆さんに準備しておいて、ここに記入していってもらおうと思っているような内容になっています。こちらの右の内容がこれからお話しするそれぞれのキーワードということになります。これらのキーワードをつなげてみましょうというようなことをやってみたいと思います。ということで、これをまずもう一つ立ち上げておきますということですね。これに後ほど記入していきたいと思います。では、それぞれどのような内容を記入していくかというのを次に考えてみたいと思います。まず、人口爆発というキーワードが見えてきました。人口爆発というキーワードは、地理総合で、表されています。地理総合で述べられている単語になります。
で、ポイントとしてはですね、1970年頃に増加率が 2%、人口増加率 2% というものが非常に多くの人口増加が見られましたというようなとこ。この時代が人口爆発と言われているよというようなことが述べられています。で、それに対して合計特殊出生率ですね。合計特殊出生率が高いサブサハラはのアフリカ。こういうところは現在でも非常に高い人口増加率が見られています。で、一時期、その1970年代は世界的に人口増加率 2%、人口爆発と言われるような時代だったんですけども、現在は特に、サハラ以南のアフリカを中心にして、人口増加がやはり 2% 程度になるというような状況になっています。さらに詳しくはこの HDI なんていうキーワードも教科書に載っているので、見てもらえたらと思います。で、産業構造、産業革命というところですね。産業構造、産業革命というような内容は歴史総合で述べられています。歴史総合で述べられており、産業構造って一体何なのかということがそこで説明されています。まずは働く仕事の内容が変わっていくというようなことですね。それが産業革命。革新的な科学技術が開発されて、その科学技術の開発、もしくはその時期を通して、仕事が例えば農業から工業へ変わっていくというような時代、そういうものを産業革命というように呼んでますねというような話です。で、続いて食料、緑の革命というようなキーワードが家庭化に、あります。家庭化では、これから人口がどれだけ増えるのかとか、食料が今後2050年には1.3 倍必要になるというようなとこ、特にサブサハラアフリカの人の人口増加が食料需要の増加を見込んでいるというようなところで、新たな緑の革命。この緑の革命というのは1960年代の新しいその農業をですね、非常に収量が高まった緑の革命という時代があったんですけども、それに対して今後また新たな緑の革命というのが必要というふうに考えられていますというような内容が述べられています。これ家庭科で述べられているような内容になります。ここまでで少しまとめておきましょう。こちらの方に書いてありますように、産業革命、さらには緑の革命といったような内容ですね。そういうものが、人口と関係するよということですね。人口と関係します。で、これ人口を増やす、増加の要因になっているということが分かりました。産業革命や、で、第二次産業革命、これはもう少し後でもう一回詳しく見るんですけども、緑の革命、これ食料ですね、食料。で、産業革命は仕事ですね、職業が変わっていく。それで多くの人が、給料を得て、で、食料を買うことができるようになってくる。そういうような新たな仕組みが出来上がっていって、現在、世界人口は80億人に達していますと。で、最も人口爆発と言われていたのは、人口増加率が 2% ぐらいの時代ですよと。これがだいたい1960年代頃ですね。というのを後で見ていきたいと思います。
このようにして、勉強した内容をまとめていきましょうと。産業革命などは、歴史総合、緑の革命などは、家庭化ですね。で、世界人口80億人とか人口爆発、こういうところは地理総合で勉強していると。そういう内容をつなげてみているということになります。で、続いてですね。さらに家庭科では新しい内容が入ってきました。これは他の科目では勉強してないんですけれども、新しい内容として家庭科で勉強しないといけないことというのが増えてきてるんですけれども、その一つが、こちらになります。それはですね、これですね。性と生殖に関する健康と権利。これは新しく教科書に記述されるようになった内容です。家庭科において、英語で言うと、リプロダクティブヘルス、もしくはライツ、権利ですね、というものになっています。これ1994年の国際人口会議で提唱され始めていて、で、SDGs のゴールの5やゴールの3といったような内容で、優先課題というかね、非常に重要な、SDGs の重要な、ゴールになっています。SDGs の中でも重要なゴールということになっていると。で、そういう内容を日本でもこの SDGs 推進してますので、日本でもその方向を高校で勉強する必要があるというような内容で、こういうキーワードが出てきています。妊娠出産に関わる健康権利を守るという考え方のことを言います。これを重視しないといけないよという話です。あと、公共のところでは、今、日本が、抱えている大きな問題として、人口減少社会というキーワードも出てきています。ということですね。はい、ということで、これらのキーワードですね。性と生殖に関する権利、健康と権利、人口減少社会、こちらの方も関係があるということです。で、これはですね、現在、問題、課題であるということですね。大きな課題になっているというのが、このリプロダクティブヘルスライツ。うまくいってないということですね。で、これは特に開発途上国において、このような権利、もしくは女性の健康というのがないがしろにされているのではないかという懸念、大きな課題になっているというようなところ。それは人口との持続可能なものにするために重要な考え方というふうに位置づけられています。持続可能な ものにするには、この課題ですね、性と生殖に関する権利、健康と権利、こういう課題をクリアする必要があるでしょうということが言われています。あと、将来的に人口減少社会、日本はそのようになってますけども、日本も一時期、非常に多くの人口増加、人口増の後に、急激な人口増加の後に、この人口減少社会がやってくるということを今日本は直面しているということです。だから将来の課題としてその人口減少というのが世界規模でいうと将来の課題として日本の現状があるということで、ということですね。そのようにして見ることができると。ということが言えますね、ということですね。
はい、ということで、ここまでがまずその教科書に出てきたキーワードということになります。で、そのキーワードで勉強してみましたということですね。はい、ということで、まずキーワードを取り上げ、ピックアップして、で、自分なりにそれらのキーワードがどのようにつながるかというのをつないでみましたというような勉強の仕方をここでは見てもらいました。はい、で、それをさらに、データで、確認しましょうと。グラフを読み取りましょうということを最後にやってみたいと思います。こちらのグラフは世界人口がどのように推移してきたかを表しているグラフです。元々のデータは国連が提供してくれているデータを元にして、自分でグラフを作ったものということになります。で、右のグラフの方は2つの、折れ線グラフですね。2つの折れ線がありますけれども、1つは青い方は全体の人口、それに対して緑は人口増加率、緑の方は人口増加率を表しています。こちらの緑の方は人口の増加率を表しています。で、産業革命の時に人口増加率で、全体としては人口が急に多くなったのはここら辺からのように見えますけれども、この青い線を見るだけだとここから急に増えてるというように見えてるけれども、実際はこの増加率を見た方がより分かりやすくなるよというグラフです。で、横軸は1700年、1800年、1900年、2000年、で、あと2050年までの予測が含まれています。で、縦軸は2つあって、左の方は世界の人口、10億人単位です。で、ここが100億人という、ところになりますね。ですから、間もなく100億人に達するんじゃないかというふうに考えられていると。で、現在80億人まで行きましたと。80億人まで到達しましたというような現状になっています。で、産業革命で確かに人口が増えるというのは、その人口の増加率が増えたということで、見ることができたね。これが1800年頃ですと。ということです。で、第二次産業革命というのが実はこの1900年代の前半にありましたと。で、ここで急に、産業革命、第二次産業革命によって大量生産、大量消費が行われるようになって、一気に人口増加が増えてきましたと。で、非常に大きな第二次世界大戦で一時期下がったところもありますけれども、さらにまた上がって全体としては 2% 以上ですね。2% を超える人口増加率を見ました。1960年代の緑の革命の時期と言われています。で、その後人口増加率は減っていって、徐々に人口の爆発的な増加が収まっているというのが現状ということになります。これを見るとやはり産業革命というのが人口を増やすきっかけになっているということがわかります。で、さらに一番のピークは緑の革命というその農業ですね、農産物の農業の効率化、短縮といわれる、決まった面積で得られる穀物の量が急アップしたというような時代があって、それで人口の増加を支えていたというようなことを見ることができますというような話です。はい、ということですね。で、ではさらにつなげて、こういう内容をつなげてみてみましょうということで、つなげて考えるというののポイントを見ていきたいと思います。先ほどキーワードいくつか出てきましたけども、そのキーワードを皆さんなりにつないでみてもらったと思います。つないでもらっ
って、ではどういうところをこうポイントとして見るべきなのかというのを見ていきたいと思います。でですね、まず産業革命っていうのと、人口増加率の上昇っていうのは関係がありますね。で、それは仕事、まあ、負の側面というのも非常に大きなものがありました。急激に変わるということで、非常に公害問題とかね、そういう問題、大きな問題が現れたんですけれども、一方で人口を支えた、人口増加を支えたという性の側面もあると。関係としてはどういうものがあるでしょうねというのを自分なりにまとめておきましょう。それが一つ目、ね、産業革命と人口増加というのがどういう関係にあるのかなというところですね。ここですね。人口の増加というのと産業革命というのがどういう関係にあるのか、この要因は何なのかなというのを考えてみましょう。何かというのをより具体的に考えてみましょう。一つには仕事が増えたということが、多くの人が仕事に従事することができるようになったというのがやはり大きな要因ではないかなと思います。まあ、これは皆さんなりに考えていくと、調べていくというようなことをしてもらいたいと思います。次にですね、人口増加率 2% っていうのは数字で言うと多いのか少ないのかわからないということですけれども、30年というのを一世代というふうに考えてみましょうと。そうするとですね、毎年 1.02 倍、かける 1.02 倍っていうのを、これを30年間やっていくと。そうするとですね、1.8 倍になりますよと。これ数学で勉強する内容になりますけれども、1.6 倍じゃないんですね。2% かける30年で、3人が6で、60% ということにはなりません。1.6 倍ではなくて 1.8 倍になります。で、実際にそのサブサハラのところでは、2020年には11.4 億人いて、2050年には21億人になるとも言われています。これ、1.8 倍なんですね。そうすると、これから、サブサハラアフリカの国々では、2% の人口増加率が見込まれているというところが、国連の方から出されています。で、それはですね、非常に、その過去、1960年代に人口爆発と言われた時代、それに匹敵することが今、アフリカで起きようとしていると。で、それは合計特殊出生率が 4.6 人というのが、一番大きな要因になっていますと。というようなポイントになっています。なぜこれだけ多くの子供を産むことになっているのか。世界平均は 2.3 人なのに対して、合計特殊出生率というのもどういうものなのか教科書で勉強しておきましょう。で、4.6 人ということは世界平均の2倍を超えていると。これだけの多くの人口増加が見込まれていると。いうようなところです。で、それはですね、その、女性が望んでいることなのかどうかというのをがとても大事なことになってくると。本当にそれだけの子供を産むことを望んでいるのか。で、それだけ、実際に、文化的、社会的に女性の地位が高く保たれているのかというのが調べないといけないというね、考えないといけない大きなポイントになっています。で、それで、現在重要な問題として出てきているのが、先ほど出てきた、その、
女性のここですね、合計特殊出生率 4.6 という高い状況と、その性と生殖に関する権利、健康権利というのがつながってるんじゃないか、こういうところを調べる必要あるよねっていうふうに、勉強する必要あるよねというようなことになります。こことこことが関係するんじゃないかっていうね、特に、出生率、合計特殊出生率で、関係してるんじゃないか、この2つがね。で、今後サブサハラの方が、1.8 倍、30年で 1.8 倍になると、これからそれだけ人口増加が見込まれているというような状況だということを見ることができましたということですね。このようにして、難しい問題、今日はここまで、時間ですのでここまでとさせてもらいますけれども、このようにして難しい問題を少しずつほぐしていってですね、そのほぐすためにはキーワードをまとめていって、必要そうなキーワードをまとめてですね、でそれがどのようにつながっているのか、キーワードをつなげる、キーワードをピックアップしてつなげる、でそれがどのようにつながっているのかというのを自分なりにこうまとめて、一つの図できればね、一つの図にまとめて、それをこう何ていうか、考えが変わったら少しずつ直していって、イメージ図を作ると、自分なりにイメージを作って、でまとめていくというような内容、そのような勉強の仕方をするというのが一つの方法ということになります。ではですね、今日のお話は、なかなか回答があるという話ではないです。結局自分でイメージを作る必要があるよねっていうお話です。そのためには自分なりに捉えることが必要で、そのためにはまあ方法としてキーワードをピックアップしてつなげてみるというような勉強方法で、これは今まで高校ではなかなかやったことないかと思うんですけども、非常に自分でこう何かを語るときにね、こうやってまとめておくと非常に便利、有用なものになります。例えば大学入試の時の小論文や面接の時に、どのように考えますか、例えば環境について何が一番問題だと思いますかって聞かれたら、人口の問題が大切だと思います、例えばその中で、じゃあその中でもどういうところが問題だと思いますかって言われたときに、この今のイメージ図の中で何が一番自分では大切だと思うかなっていう、そういうのを話をしていくというようなことがポイントになってくるということになります。はい、簡単ですけれども今日のお話、ですね、持続可能な学びですね。で、それ高校の授業の内容を元にして、で大学ではそれをきっかけにしてどのようにして勉強しているかというのをお話しさせていただきました。はい、では今日の講義は以上とします。ありがとうございました。